肺とは多細胞生物の個体発生におけるごく初期の段階の個体を指す。肺種とも言う。エルンスト・ヘッケルによる脊椎動物の肺の比較。初期肺には形態的な類似性が見られる。左の四つは魚類、両生類、爬虫類、蝶類。右半分は哺乳類。右端が人。動物の場合、初期の細胞分裂を卵活と呼び。 その分裂様式から、遠割不等割万活、氷活などと分類する。卵活によって生じた細胞を滑球と呼び、相対的な大きさから大滑球、中滑球、小滑球と呼ぶことがある。卵活が進むと、次第にその生物の構造が出来上がる。孵化する時期は動物によって異なるので、どの程度の体の仕組みができるまでを灰というか、というような定義はない。 初期の発生には、様々な動物群を通じて共通する構造も見られるので、それらを共通の名で呼ぶことも行われる。乱活が進んだものを双日肺、文化のない細胞層が表面を覆う状態を、胞肺、一部の細胞層が内部に貫入して、幻聴を構成する幻聴肺などである。動物群によっては、このような肺の名で呼ばれる時期に孵化してしまうものもあり、 そのような場合、その群固有の妖精の名で呼ばれるが、肺の名で呼ぶ場合もあり得る。例えばウニのプリズム妖精は、幻聴肺とも呼ばれる。古典的な動物発生学では、実験材料として、ウニやカエルの肺がよく用いられていた。現在では、観察技術の発達や、研究目的の変化から、戦中や症状をばえといった、小さな対象や、アフリカツメガエルや、ゼブラフィッシュ。 マウスなど様々なモデル生物を対象とするようになった。ありがとうございます。